どうも、こんにちは、こんしです。本日はですね、昨日のあの、アンジャーシさんの謝罪会見、はい。すごい話題になってますよね。なんか、ツイッターとかで、えー、めっちゃ出てくるし、テレビとかでもいろいろやっているようなんですが、まあ、正直ですね、俺は芸能人のなんかその謝罪とかですね、まあ、不倫とか、えー、1ミリも興味がないんで、内容とかにはですね、マジで興味が湧いておりません。なんならマスゴミのゴミ感やべえな、みたいな感じでですね、全然興味は湧いてないんですけども、 えー、一点ものすごく興味が湧いてしまう部分がございましてですね。はい。それがまあタイトルになるとりマイクなんですけども。はい。まあ俺ね、元楽器屋さんの店員で、その楽器屋さんっていうのは PA 屋さん、つまり音響屋さんのですね、仕事とかもやっていてですね。まあ PA やってたこともあるんですね。で、そういう仕事をしていて、 かかでですすねねマイクとにに異様に、えー、目が行ってしまうんです、ね、どういうマイク使ってるのかなっていう。でまあだから最近ね、謝罪会見とか芸能人の会見とかって結構ね、ここ近年多かったので,、ね、で、でその度にマイクをこうつい見てしまう <laughs> みたいなのがあったんだけど、で毎回ね、ツイッターとかであ、このマイク、ここのマイク使ってるねみたいなことをね。 え、書いているんだけど、ツイッターでは。今回のこの渡辺さんの謝罪会見のマイクに関しては、もうツイッターで収まりきられなくて、もう動画で喋りたいと思ってですね。今ちょっとね、この <laughs>、マイク考察をしていきたいかなと思います。はい。何がね、そんな動画で喋るほどあるかっていうと、あの渡辺さんのマイク、えー、あれですね、まあ、 きりはちょっと見にくいんだけど、シュアーの58、SM58 という品番の、まあ、マイクを使っております。で、SM58、通称ゴッパと言われるマイクなんだけれども、まあ、それっていうのは、多分、音楽とかね、楽器やってる人としては、もう定番中の定番、どこのスタジオ、どこのライブハウスに行っても、えー、必ず使われている、ボーカルのマイクとして使われているというぐらい、もう、すごい定番なので、もう、50年くらい使われ続けている、発売からね、50年以上経ってる、えー、超名盤えー、定番のマイクなんだけども、 それが、ま、渡辺さんの会見では使われている。まあまあまあ、それは、えぇ、ー、ごっぱ使うなんていうことはザラにあるんでいいんだけども、そのごっぱ、えー、会見見た人はですね、気づかなかった人、改めてもう一回見てみるといいかもしれないんだけど、まあ、見る価値は存在なないんだけど、とにかく、その渡辺さんが持ってるごっぱ、めちゃくちゃ下手ってんだよね。あのね、<laughs> 信じらんないぐらい、えー、ロゴが消えかかっていたりとか、あと、あの、多分マイクの番号とかなんだろうね。番号を多分テプラ的なやつで記されたやつがもう、ね、文字も消えかかってるようなやつが貼られてるし、なんならグリルボールって言って、まあ、これ喋る、ちょうどね、マイクの先端のこの丸い部分あるじゃん。いわゆるマイクのこの丸い部分。あそこがグリルボールって言うんだけど、あれがもうへこんでんのね。画面越しで見てもわかるぐらいへこんでるんだわ。つまり何度も落とされたりとかしていて、おそらくあのへたり 缶をね、見るに、多分余裕で10年ぐらい使われてんじゃないかなと。いう風うに俺は推察したのね。で、 普通に、もし俺がね、あの場で PA 屋さん、音響屋さんとして行ったら、まずね、PA 屋さんって、えっ、ー、と、そのステージとかに必ずね、その音の管理とかをする仕事として絶対にいるので、例えばどういうことをするかっていうのをね、聞いて、例えば、ああいう謝罪会見だったら、一人の人がマイクで喋りますみたいな風になったら、じゃあ用意するのはマイク一本で、じゃあ音量の調整とかこっちでやりますみたいなね、えー、打ち合わせをして、 じゃあマイクどうぞ、これ,これ使ってください、みたいな感じのね、多分流れになると思うんだけども、そうなった時に芸能人の人に、あんな普通、普通ね、あんな下手った、あんな明らかにグリルボールがへこんだマイクを、まず渡さないよなって、俺はなら絶対思うのさ、絶対にもう少し、えー 多分、ちゃんとした、もうちょっと、ロゴとかもきっちり出てるマイク。で、なんなら、ワイヤレスマイクを渡すんじゃないかなと思うんだけども、あれ、やっぱり、えー、58の、ごめん、ケーブルがビヨーンって伸びているタイプのマイクを渡しているのね。で、しかも、あれ、えー、手話のゴッパなんだけども、ゴッパの中でも、スイッチがついてるタイプの、まあ、ッパ SM58S っていう品番のマイクを渡しているんだけど、あのスイッチ付きもね、 今時それ渡さないよなというやつが使われているんだよね。で、えー、じゃあその、なんでそんな下手ったマイクを渡したかっていうと、おそらくね、俺がね、推察するに、ああいう使いふる古されたマイクって音悪いんだよ。あのー、中に、 マイクって中にまあダイヤフラムとかっていろいろ構造があるんだけど中にこうスポンジが入ってるんだけどそのスポンジっていうのが長年ね使っていくとそのスポンジが硬くなってボロボロになってくるね。そうするとどうなるかっていうと音抜けとか、え音がこもったりとかねするのさ。つまり、 ね、声に針が、ね、全然出なくなくっっちゃったりするとこれあのバンドとかで音楽とかでやってボーカルの人にそういうマイクをほら渡しちゃうと音がこもってね、えー、音がはっきり聞こえにくいとかっていう風なことになっちゃうんだけどもああいう謝罪会見の場では多分そういう音響特性が良しとされたんだろうねという風に俺はつい 水殺してしまったんだよね。マジで、えー、よく見ると本当ね、グリルボールが凹んでるんだよ。あんなに凹んでると、さすがに、さすがにね、ごっぱってすごい丈夫なの。もうなんかね、水につけても、なんか放り投げても、下に叩きつけても音が出るよとか、そういう丈夫がすごく売りであったりするマイクなんだけども、それでも、多分、 えー、音響特性としてあまりよろしくはないだろうなというふうに思うのね。でも、そういうのを見越して多分、謝罪会見でああいうマイクをチョイスされてるんじゃないかなというふうに思うと、PAR の仕事ってすごいなと思って。普通に考えたら、そうだよな、あんな下手ったマイクをさ、だってテレビとかね、動画とかにも残るから、ビジュアル的にさ、そんなに下手ったマイク渡せないよなと思う中渡しているという、 この、なんだろうね、PA 屋さんなのか、そういう謝罪のこうプロデュースなのかわかんないけど、そういう人たち、トップのね、多分人たちの、えー、あの、なんだろう、努力というか考え、プロデュースみたいなのが、あのマイクにはあるんじゃないかなっていうのを、俺は、 見た瞬間に思って、すごいわ、と思って <laughs> っていう、っていう話なんだよね <laughs>。はい。いや、もうね、グリルボールがとにかく凹んでるんだけど、あのグリルボールって実は交換可能なのね。あの、600円ぐらいでサウンドハウスとかで売ってるから、 へこんじゃったりとかしてたら、あまあ、全然600円ぐらいで買い換えるとかもありなんだけど、やっぱあのへこんだまま使うってうのはね、すごいなと。で、そう、s m ッパのあれはスイッチがね、オンオフのスイッチがこの手元である、えー、タイプ、58S ってやつなんだけど、 あのね、58S は、今時あんまり使わないんだよね。よくさ、学校とかで、あのー、スイッチがついてるマイクってさ、あのー、誰かがね、壇上でさ、こう、なんとかなんとかです、ありがとうございましたって喋った後に、スイッチをさ、日本人ってとにかく律儀だから、ここにスイッチがあると絶対オフにするのね。で、オフにするじゃん。で、ありがとうございましたって出た後に、次の人が喋り来ると、次の人がさ、マイク持って、 これでね、スイッチが絶対オフになってるっていうやつ、どっかで必ず見たことあるし、おそらく場合によっては自分もそうね、あの、喋り出したらスイッチオフだったみたいなね、トラブル、絶対経験したことあると思うんだけども、そういうトラブルがあるから、PA 屋さんってあんまりスイッチ付きのマイクって、そんなになんかこう、渡したくないんだよ。こう、いろんな人がね、喋ったりとかするから。で、だから、 昨今は、しかも、えー、ワイヤレスのね、マイクとかがあるから、えー、あのね、スイッチ付きゴッパってあんまり出番がないはずなんだよ。ワイヤードだしさ、ケーブル繋がなきゃいけないしさ、結構めんどくさかったりね、スイッチもあるしみたいなので、まあ、あの、あのね、ゴッパのスイッチって、えー、スイッチ付きってね、こう、プレートをね、あの、ドライバーでちょっとずらすだけでスイッチをずっと温のままできるっていう技もあるんだけど、まあ、す、結構、とにかくね、そんなことわざわざしないでも、普通スイッチなしの、ね、オンオフスイッチなしのゴッパを使うのは結構定番的、 か、もしくはスイッチがあるんだったらワイヤレスとかで、えー、ね、オンオフは自分で管理してねみたいな感じでやるはずなんだけども、あの謝罪会見ではゴッパ S ゴッパのスイッチ付きをチョイスしてるっていうのが、おそらくかなり長年使い古されて、あのボロボロな感じのマイクがゴッパ S ぐらいしかなかったんじゃないかなっていうね、推察をするんだよね。うん。そう考えるとやっぱ音響屋さんっていろんなものを持っている必要があるんだなと。 単純にさ、ごっぱ下手ったから、まあ買い替えって全部捨てちゃえみたいなことじゃなくて、そういう使い古されたごっぱにも、多分使い道とか、生かされる時があるんだなというふうに思うと、なんか俺はいろんななんか異形のね、みたいなの <laughs>。 すごいな、世の中って。っていうね、なんか、いろんな人の知恵が、いろいろ集まってるんだなと思うと、なんか俺はちょっと、感慨深くなってしまいましたね。っていう話でございます。はい。えー、重ね合わせ言いますけど、内容とかですね、えー、なんだ、マスゴミ感とか全然興味がないんですが、とにかく俺はこのマイクに釘付けになってしまったよという話でございます。はい。というわけで本日の動画は以上でございます。面白いなと思っていただけたらぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。